ビクターロルフはオランダのアムステルダムに拠点を置くファッションブランドである。同社はビクター・ホスティンとロルフ・スノラインによるデザイナーディオによって創設された。2008年の秋冬コレクションからビクターとロルフはオランダのアーネム芸術アカデミーで知り合った。卒業後に両社はパートナーとなり、1993年に活動の場をパリに移した。 最初のコレクション、イエールを発表し、新人デザイナーコンテストで、プレス賞、レディース賞、最優秀賞の3つの賞を獲得した。2001年の秋冬コレクションは服も顔も手足も、真っ黒なモデルを登場させ、自身も黒ずくめで挨拶したり、2005年にはブロードウェイの賞のように舞台で早変わりをして見せたり、した。2003年秋冬コレクションで、メンズライン、 ムッシュを発表。2006年に H&M、2007年から2008年にかけてアレグリとコラボレーションを展開。2008年にディーゼルのレンツオロッソ率いるファッショングループが投資し、経営上の参加に入る。2009年春夏コレクションにサムソナイトとのコラボレーションでサムソナイトブラックレーベルバイビクターロルフを展開。通常のキャットウォークショーではなく、 オンラインでコレクションを発表した。オランダのヨハン・フリーズ王子の結婚式でメーベルヒの着た大きなリボンをデザインしたウェディングドレスは彼らの作品である。ありがとうございます。